こんにちは、料理教室のぼんちゃんです。今日は必ずハマるシュワシュワの炭酸シャインマスカットの作り方をご紹介します。使うのは大きめの瓶、そして常温の強炭酸水。では早速始めたいと思います。まずはシャインマスカットを水できれいに洗います。そうしましたら水気をきれいに拭き取ります。瓶にシャインマスカットを入れて、その上から強炭酸水を静かに注いでいきます。手早く蓋をして冷蔵庫で半日冷やします。冷蔵庫で半日冷やしておいたのがこちらです。パリッとシュワシュワ、炭酸の苦味がシャインマスカットの甘みを引き立てます。これ考えた人すごい。ぜひやってみてください。このチャンネルではいつもの料理がもっと楽しく楽になる料理術をレシピとともにお伝えしています。この投稿が参考になりましたら、いいねボタン、コメント、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。